皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。服などのファッションには流行というものがありますが、自動車にもこのような流行があり、最近の自動車業界のトレンドの一つに SUV が挙げられます。どの国産メーカーもオフロードや SUV といったアウトドア系の自動車を手掛けていますが、今回はその中でもデザイン性も含めてマーケティングに力を入れているマツダの SUV について紹介します。スポーツカーではロータリーエンジンをはじめとする RX シリーズやロードスターが定番ですが、近年の SUV 市場ではどんな自動車を世に送り出しているのでしょうか。本チャンネルでは自動車の解説系動画を投稿するので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。CX-3 はマツダの SUV の中では取り回しの良いコンパクト系 SUV の立ち位置であり、車両価格は2,279,200円からでガソリンエンジンとディーゼルエンジンの2種類が設定されています。ガソリンエンジン車はスカイアクティブ G1.5 搭載、高効率直噴ガソリンエンジンとなっており、最高出力 111PS、最大トルク 144Nm、WLTC モード燃費はリッター 15.7 から17キロです。一方ディーゼルエンジン車はスカイアクティブ D1.8 を搭載、1.8 リットルの力強い走りを実現。最高出力 130PS、最大トルク 270Nm、WLTC モード燃費はリッター19から20キロです。インテリアはシンプルさを意識し、その上で快適性を考慮したデザインになっています。アームレストやサイドのカップホルダー、電源ソケットが備え付けられています。ドライバー席は快適に操作ができるようにペダル位置が中心になるように調整。またアクセルとブレーキが自然と踏み替えできるようにオルガン式ペダルを採用しています。また 8.8 インチディスプレイとアクティブドライビングディスプレイのおかげで運転が疲れません。グレードと価格は上記のようになっており 2WD と 4WD に分かれています。価格帯が200万円から300万円となっており他の SUV と比べるとやや低価格です。次は MX30 について紹介します。この車はフリースタイルドアや素材にこだわった個性派 SUV となっており、マツダの定番であるロータリーが搭載されていることも話題になったと思います。パワートレインは複数のラインナップが用意されています。まずがイースカイアクティブ REV です。これはロータリーエンジンを発電機として搭載、EV としての使い方を拡張した独自の PHEV で、環境に配慮しつつ運転を楽しみたい人や EV 機能を満喫しつつも長距離も運転したい人におすすめです。エンジン最高出力 72PS、エンジン最大トルク 112Nm、WLTC モードハイブリッド燃費はリッター 15.4 キロです。次はイースカイアクティブ EV です。人馬一体をさらに深める電動化技術と当社では称され、モーター、高電圧バッテリー、インバーター、DC-DC コンバーター等の高電圧部品で構成されたシステムです。バッテリーには温度の上昇に合わせて効率的に冷却できる冷媒冷却システムを採用。冷媒の流量と圧力のコントロール制御によりバッテリーのコンパクト化と効率的なバッテリー冷却を実現しました。環境に配慮したドライブをしたい人や車との一体感を楽しみたい人におすすめであり、最高出力 145PS、最大トルク 270Nm、一充電走行距離は 256km です。次はイースカイアクティブ G2.0 です。直噴ガソリンエンジンスカイアクティブ G2.0 にマイルドハイブリッドを組み合わせ、爽快な走りはもちろん、燃費性能とアイドリングストップ機能をさらに向上させました。最高出力 156PS、最大トルク 199Nm、WLTC モード燃費はリッター 15.1 から 15.6 キロです。走りだけではなく車内での時間や体験を楽しみたい人におすすめで比較的低価格の車です。続いてインテリアを見ていきましょう。個性と機能性を両立させ、フローティングを意識しており、シンプルさが良い印象を出し、後席はソファのようなラウンドしたデザインになっています。カップホルダーやアームレスト付きコンソールボックスはもちろんのこと、シートヒーターやステアリングヒーターも備え付けられています。ドライバー席は先ほどの CX-3 と同じく自然な姿勢で踏めるようにペダル位置が調節され、オルガン式ペダルを採用しています。または黄みを防ぐ情報レイアウトにこだわっており、フロントガラス照射タイプと 8.8 インチのディスプレイの他に7インチマルチスピードメーターが用意されています。では最後に気になるグレード価格を見ていきましょう。2WD、4WD に対応している価格表が上記であり、
ハイブリッドモデルが200万円台と比較的安い価格になっています。かなりの価格幅があると思うので金銭的な余裕とスペックについてじっくり検討するのがいいかもしれませんね。次の車は CX60 です。この車は縦置きエンジンで走りの楽しさを追求した SUV として挙げられ、ガソリン、ディーゼル、ハイブリッド、プラグインハイブリッドが展開されています。まずエンジンに関しては縦置きエンジンのパワーユニットに対応したプラットフォームを採用。どんな道でも、心高ぶるドライビングエンターテイメントをコンセプトにしています。スカイアクティブ D3.3、E スカイアクティブ PHEV、スカイアクティブ G2.5 ラインナップし、先ほどの MX30 と同じくかなり幅のあるグレードを用意しています。スペック表が上記になっており、気になる方はここで画面を一時停止して見てみるのもいいかもしれません。では次にインテリアを見ていきましょう。シートはポジションメモリー機能と 10A パワーシート、シートベンチレーションが搭載。便利アイテムとしてワイヤレス充電、AC 電源、リアシートヒーター、カップホルダーなどがあります。またパノラマサンルーフがあり後席乗員の視界範囲まで十分に届くように従来より拡大されています。ドライバー席は理想的なペダルレイアウトやポジションの自動調整機能を取り入れて、安全で快適な運転ができるように設計されました。このシステムは日本自動車電動カーテクノロジーオブザイヤーを受賞し、ドライビングポジションサポートとドライバー緊急時対応の技術として認知されました。この車は機械的な反応を示すのではなく人間との一体感を意識しているところがポイントです。まずはドライバーの情報をもとに機器を自動調節してくれる自動ドライビングポジションガイドです。ドライバーが入力した身長情報に加え、カメラで目の位置を測定、ドライバーの体格を認識し、シートと電動ステアリング、電動テレスコピック、ディスプレイ、ミラーの角度などを自動調節します。次は自動設定復元です。これはドライバーの好みを記録しオーディオや空調、ドライビングポジションを復元します。では最後にグレード価格を見ていきましょう。4つのラインナップからさらに細かく分かれておりややこしいですが、基本的にプラグインハイブリッドモデルになるにつれて価格が高くなっています。ただ500万円から600万円台となるとレクサス NX や新型クラウンのような高級車ブランドと比較されるので、果たして CX60 にそこまでのブランド力の認知があるのかはユーザーらにとって意見が分かれると思います。今回の動画ではマツダの SUV シリーズより3種類を取り上げましたが、マツダは2024年4月現在、12台の乗用車を販売しており他にも魅力的な車はたくさんあります。そのためこの動画をきっかけに興味を持った方は一度マツダの公式サイトより調べてみるのもいいかもしれませんね。さて、今回の動画はいかがでしたか？もし今回の動画が面白いと感じたら今後の励みになるので、ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。